昔この菩薩峠には八五郎一味という山賊がおってな、頭の八五郎は七尺を超える大男で槍の達人、そりゃ手に負えない圧巻だった。何でも豊臣勢の生き残りで大義のためと触れ回って金銭を集めておったのだとか、藩の目を盗んでは山越えをする商人や村を襲い、悪逆の限りを尽くしたそうな。ある年、八五郎は手下を連れ小さな港町を襲撃した。殺すだけ殺し、奪うだけ奪った。かろうじて生き残った者は八五郎に戯れで生かされた子供一人。自らの武勇伝を語り聞かせ宴で釈放させたという。八五郎は子供好きでな、ひとしきり可愛がった後切り捨てて次の子を見繕っていたんだと。その子供も死産結果の中で自らの運命を悟ったろうよ。夜明け前には自分も同じように報いになるのだろうとな。おしまい。じいさん、話はそれで終わりか？何も落ちちゃいねえじゃねえか。八五郎一味とその子供はどうなったんで？どうも何も、この話は八五郎一味はこの夜を最後にみんないなくなっちまった。何日か経ってな、藩の殿様が手勢を連れて港町に来てみれば、あるのは町人たちと八五郎一味の死体だけ。なんだよそりゃ。一味は仲違いで殺し合って自滅したってのか？まあなあ、八五郎も槍を手にしたまま死んでいたって話。他に面白いことと言ったら。ならガキはどうなったんだ？一人だけ生きてたんだろ？それがな、なかったんだよ。子供の死体が一人分。死んではいないが、生きてもいない。八五郎たちと一緒に、その子供もこの世からいなくなっちまったのさ。何の良しあって俺を狙う？
てみろ。水の型で行く。これにて王手と相なったか。下がれライダー。名を知らせずして打ち果たすは我が心情にもとるゆえ。私は由井小説烈士足らんと志すものである。宮本伊織殿、
この度は誠に申し訳ないが、ゆえあってお命をいただく。俺はまだ死ぬわけにはいかない。兄ちゃん見つけた。カヤか。やっほー兄ちゃん。悪いが今は手が離せない。長屋で待っていてくれ。こら、危ない真似はよせ。こうでもしなきゃ兄ちゃんやめないでしょ。ほんと相変わらず稽古好きなんだから。まったく、お前こそ相変わらず威勢がいい。もちろん兄ちゃんもちゃんと稼いでご飯食べて。食べてないじゃん。もうダメだよそんなんじゃ。いやまあそのなんだ、言い訳無用。あたしにはすぐわかるんだから。ついこの前も飢えてこそたどり着く境地がどうこうとか言って、結局お腹空きすぎて倒れちゃったの。もう忘れた？自分を追い込むのもほどほどにしないと。あれは未熟だった。未熟ゆえ腹の具合を見誤った。ふーん、兄ちゃん一言もない。本当にしょうがないんだから。ほらこれ。
せこんなことだと思っておむすびこさえてきてあげたの。これ食べて稼いできなさい。まあいつも悪いな、できた芋。本当？でごまかされないんだからね。ちゃんと稼いでちゃんと食べてね。わかったわかった、助之進に口利きを頼んでみる。さあお前は小笠原の家に帰れ、俺もすぐに出る。はーい。兄ちゃん気をつけて頑張ってね。あ、お前も小笠原様に迷惑をかけるなよ。よう、いおりさん、来るのを待ってたよ。ちょっ、よう、頼むぜ。近頃この手の浪人どもが多くてな、おかげでこっちと牢跡に走る牢、改易や取り潰しに遭う大名。まあな、かの新面武蔵のお弟子様に、よがよならあんた立志望んだあり方だこれで。だが橋田金というならお前腕に似合わんよな。いや冗談だ。そう言ってくれるとありがたいね。手はず通りに盗みに入る。石川何がしの真似事か。なんだ貴様。また一つ強くなれたか。片付いたか。よう、終わったな。手ごわかったぞ。そうかい。そうだ。ではお、おい、あた左手の甲だ。あざ、こ、あざ、こりゃまた派手に赤くなってんな。少しはもらったが放っておくさ、痛みはな。なあ、そうかい。そんじゃ明日も来いよ。明日は確か。だからあんたみてえな腕利きが。さて、
れ様。世話を焼きすぎ。このあざ、痛みはないが、攻玉、明日にしよう。たかが左手の。しかず、俺はまだ死ぬわけには。俺はまだ死ぬわけにはいかない。この光、やはり。察するに、君が私の呼び人か。待て、貴殿は。ふむ。いとまがない。呼び人よ、君の名は何だ。伊織、宮本伊織だ。では伊織、遅れるなよ。待て、セイバーと言ったか。し気やすいな。名乗ったのはそち。行くぞ。逃がさぬ。ヘリア！君、剣以外の脳はないのか。なくはないが。行くぞ、イオリ。水の流れのごとく。
ダー短期とは。逃げるのはやめだ。ここで仕留める。てか姿を見せろ。灰は灰、塵は塵。全てを等しく燃やし尽くしましょう。あの槍、なんぞか。命が惜しくば下がれ、より。少し彼らを見たい。ライダー、テリア、テリア、ハッ。火の海に沈みかね。俺はより、ほうけるなよ。同類が欲しがりだな、ランサおい。矛を収める気はないか。ならば。
やめろ！サイバー！今のは何か引きましょうマスター。英月の儀、人目をはばかるべきかと。我らも下がる。ライダー宮本伊織。承知。伊織殿、次に会う。逃げるか、おのれ。待て、セイバー。なぜ追わぬ、イオリ。私ならあの程度の連中。町を砕き尽くすつもりか。いいか、二度とその刃を、それを水の鞘から抜くな。そんな、そんな、見ればわかるだろう。大筒どころの花。わからない。あれは私の武器の中で最も強力なものだ。当世の知識は多くないが、いわばそう、殿下の宝刀。そうなのか。それではただの剣で屋敷が粉みじ。とにかく抜くな。そういうものか。英月の儀を生き残ることはで、英月の儀。そうだ、伊織、その左手こうに。君は英月の儀に携わる呼び人、マスターの一人となった。英月の儀。先刻異国の女も言っていた。それは何だ。ひどく大掛かりな手段。七人のマスターが最後の一人まで殺し合う。君を襲ったユイや顔を隠した男もマスターとなった。写しよ。そう、マスターは写しよのもの。我ら常世のものを我らは英霊、サーヴァントとも言う、私と君は仲。呼び人。かつて死人が蘇り、死した者に立って歩き町を砕く亡霊扱い。英霊とはこと、少なくとも先刻のあれも英霊だ。生前に英どうあれ英霊では、その力はこの身に備わるものだ。ここまで言えば分かったろ。ん？君は弱き。いや、分からん。分からんなりに飲み込んだ上で願いが叶う。何？己が願いが叶うのだ。義にどんな願いも実現するという願いか。うん、願い。貴殿にもないのか。いや、ただ物忘れ。物忘れだ。うん、嘘をついているように。では忘れる。うぐ、君はあれだ。正直なだけだ。いや、まあ俺たちは今後寝食を。うん、そうだ。そうか。ん？何を難しい顔して。これが当世の家というものか。うんうん。
このあれ用は常のものか。いや、黒い虫本当についてきた。ああ、義について他にわかる。ないぞ。ん？ない。ない？ない。私ももう少しこう、アン君の模様。私が言えたことで、その上で君は英月、他のマスターやサーバー、うん、英霊、あれらが怪、悪しきこと。八百夜鳥を火の、ふむ、思うところはあるが、嘘のない良い返答だ。力不足も甚だしいが、私の、うん、ではまず名を教えてほしい。英霊かつどんなって。わ、じゃあいい。私は名乗るほどのものではない。貴殿を呼ぶときに支障が出るだろう。おいでもお前でも、そもそもイオリは弱い。弱いマスターに名を明かしても、わ、例えばイオリが敵方に囚われて、そのまま我が名を明かゆえに、イオリにそんなに長、うん、そうか、敵が弱いなら、うん、捕まった俺を助けよう。イオリがいようと今、マスターが死んだのなら。確かにな。神？神ではないな。おや、それ物を知らないの。しかしそのあたり、なんだ急に黙って、うん、おーい、さようなこともあろう、英月の。は、ランサーの妨害さえなければ、神明のともあれ、これでようやく七人の土帝殿。報告大義であった。なぜキャツをみすみすと。それはこたびの件、お前のと恐れながら慈悲深く言ったはずだ。ライダー、マスターの自覚なき者を斬るわ。よい。聖水入を済まず、せいぜいその気まじめさ。とく戻るぞ、ライダー。お待ちを。問答無用で切りつけると。ランサーとそのこのような弱に一体奇襲以外何がある。随分と大胆。貴殿が相手ならは。待て、やる気があり余ってるの。ではどうするつもりだ。くだらない思い出話をしよう。何故私の名を知る。知恵もおの島原のならば、もしや貴殿。よく知っている。知恵門殿、私も貴殿とは話をしたい。わしが剣にのみ生きたのは、今のお前ほどの自分だった。戦国の世が続いたならば、わしはそのままで生きただろう。だが世は変わった。ならば道も変わるは道理。二天一流は剣のみにあらず、心の形、人が人としてよく生きるための武蔵なりの覚え書になった。いおり、お前は特別だ。他の者とは頭の出来が違う。新しきを受け入れる柔らかさ、古きを尊重するつつましさ、和をよしとする穏やかさ、そしてその上で合理を選び取る勘の良さ。お
前を養子としたのはその才を見抜いてのこと。鍛えれば良い試し斬りの相手になるだろうとな。決して情などではない、情などではなかったのだ。師匠。だがお前は優しすぎた。若い自分の武蔵であれば、あるいは師匠、武蔵の教えなどお前には苦痛でしかない。そのような運命に出会えば当然のように従うだろう。人助けなど全く。いおり、お前は生まれる時代を間違えたのだ。師匠。起きろ。いや。いい加減起きろ、より。おはよう、セイバー。その呼び方は先が思いや、まったくもう。それは困る。ほう。いよとなると、私。そ。前処し、それより、き。というと。私たちは寝食を共にす、寝て起きたなら、さあ支度を、より兄ちゃん大変だよ、隣の家。おや、来客。客というか昨日の今日だぞ。かえで、兄ちゃん家も大変じゃない。一体何があったの。ああそうだ、人ならざる者の襲撃を受けた。何、単純な話だ。荒ぶる雷神の放った雷槌がこの辺り、おかげで昨夜は大騒ぎだ。雷槌か。で、誰ですかこの孤児。綺麗。私はセイバーという。察するに君は。カヤ、俺は焦…大切…どうしよう…勘違い…何を焦…そういう問題…そもそも、イオリがどこかに隠れ…イオリとて、むしろ…ん？あ、本のじいちゃん。やっと起きたか。あれだけの騒ぎの…ん？イオリ…本だよ。本？ああ、南蛮の書だ。はは、木簡か。こそばゆいわ。まあわしのような書に。しかし時が変われば書も口を聞き、なんとも驚きだ。いやいや、本は飛ばないし喋らないよ。このじいちゃんがおかしいだけだって。おお、ならば何がしかの怪異。おかしいだの怪異だの悪意の。じいさん、いずこの文字で書かれたかすらも。ある日突然俺に琴の葉を。正直驚きはしなかった。琴の葉でやり取り、そうして俺は半年のの。カトン、ゆうべ死が片は剣より。俺の本文剣士で、の兄ちゃん。そうだな。ならばよ、恥しに。工房。お前も前に。さらには。しかり。だが余人に。ほうほう。やぶさかではない。うん。まあ。銭はまあ。
あまり時をか。いってらっしゃい。ちゃん今日も来た。いらっしゃい。こんなところじゃ広くなっどぎさて。ごちそうさま。腹が減っては食をおろそか。それは分かっている。ともあれだ。動き、それは。ああ、そ。ふむ。義がどうあれ、優先すべきは。待て。それは。うん。本当に。そのおど。では、そう。言わずとも構わない。そうか。さて。出かける？この工房、銭を稼がね。稼ぐ？貨幣に縁遠いのか。剣士としての務めか？
近いが遠いな。江戸の町を取り同心よくわからないが、セイバーはルス、どうした。いや、ああ、虫のし、そうなら、お、しっかを務め、こめ、まか、では。一休みするか。支度は済んだか。ああ。待て。珍しさに目をし、俺も最初はそう、それはそうだ、何しろそれは人が、これは何というか、とても、とても、なんだ、人の営みにか、お、いや、江戸の間、さあ、より吉原に向かう。わかったわ。遠き過去を生きた英傑、あれはより、こっちだ。あれは食べたいのか。あ、いや、少し待っていろ。は、うん、口にあったよ。どうした、セイバー。わずかに魔力。はようなも。そう、大堅い話は分かっている。さっ、やっ、いや、なかなか骨が折れそうだな。おお、そうだ、まとめて吹き飛ばせば。セイバー、待っていろ。イオリの声に応じて私の体が動く。主人が紡ぐ魔力のパスよか。これは面白い。必要な時は私を呼べ、イオリ。身が白道、あれはまた。
来る。構えろ。見えた。魔力の鎧が消えたぞ。キリまた一つ強くなれたか。やれやれ人の多いそうじゃよ。これのことか。それじゃ君の ところで、無理。わしらが今いるのがここ。そしてよ、当世の地図。そう強く。いざ。しばらか、待てセイバー。やはりあのアコード鼻の下をの、もしや、そうだな、自分のまずはスケの、おお、いたいた。にしてもいい、セイバーだ。セイバー、無論。へえ、俺ちょっとや、貴殿が、ああ、あ、近頃銭やつら、セイバー、ん、ここでの殺しはそもそも、セイバー、わけがわ、え、あ、物騒なことを人前、話は別な、わかったわ任せるがいい。あれは、なんだ。より、こっちだ。より、手を振ら、あれは仕事、うん、おい、どこ行くんだ。
白昼堂。ああ。セガ、仕事の時間だ。殺すなよ。いや、そうだな。セイバー。わかった。人望なんてこの今日のとこ、ヒデン、レン、さ、サイ、なぜ後ろぐらい、ああ、また逃げられてし、ヒデンらは、俺は札さ、私は知らん、すまんが、よし、山吹さん、パンにあり。俺は何をすればいい、取り立てさ、腹っぽいや、当然背に腹、そうとも、きっちりや、まったく、これは聞いたか、かようなん、いや、とはそう思う、そう行くぞ、癒されるな。よしよしよし。どちら様、貴殿が借りた、あ、アントニュ、金なら空ごと、なんだい、ともかくより、この塔壊す前にならば、ま、壁抜け、すぐに終わる、いや待て待て、せめて人目に、ここでよかろう、消えた、さあ金を返してもらおうか、回収したぞ、当世でのこれを礼、大したも、時折まさか、かこれで一つ回収だの、いっぱい、返せる、申し訳、おい君、顔がな、な、な、あ、もう
お助けを。今のはなんだ。この炎は、あれは怪異より、怪異の炎。俺たちが対処する。貴殿は隠れて待っていろ。私一人で構わないな。まあ、瞬く間に片付けてみせよう。なかなか手強い。造作もないな。なんだその。いや、無人の能。貴殿は目つけ、それらの王子斧が技並ぶもの。戦いと自覚さえ。あなたた、何はともあれ回収だ。さあ次へ行くぞ。しかし吉原にも怪異が出るとは。今土地を歪めているのだろうな。やれやれ。貴殿、峰打ちで済ませる。殺すなよセイバやつの。ま、
おい、あそ。人気は…強くなれたか。相手が悪かったな。どうした？終わっ、どい。そうかい、惜しどうした？誰もいない。本に嫌でありんす。ああ、本に嫌でありんす。吉原で狼藉を働く野暮が二人。かくなる上は、わっち、高尾太夫がメイドへ送ってあげんしょう。覚悟しなんせ。鈍いな、イオリ。来るぞ。それでは、この魔力、私がやる。いや、悲観だが。いいか、セイバー。待たせた。さあ、行くぞ。とっ、覚悟は良いか。そこだ。とっ、やっぱ。まさか、あ、追ってか。
同時に逃げ、しつこい、うむ、やられた。すでに手が回っ、すでに手が、どうしたんです、血相を変えて誰か足抜けでもしましたか。いや、俺も詳しくは知らねえんだがよ、高尾太夫に狼藉を働いたもんがいるみてえで。太夫に、足からも私も協力いたしましょう。貴様は皆の者、出会え出会え、野暮侍はこちらぞ。見つかったか、ここは押し通る。そうだ、もらった。やるな、だが俺たちはそうたやすくはいかんぞ。さあ、いや、押し切る。決して逃がさんぞ。逃が白道。宮本伊織を浸す江戸の平穏は謎の鎧武者の襲撃によりもろくも崩れ去った。窮地に現れた英霊セイバーに導かれ、彼は渇望と破壊の儀へと身を投じる。起筆間もなきこの記録、
綴られる結末は輝かしい勝利か、それとも。よりにもよってバーサーカーがあんなに。ごめん、まさかそんな、いそあな参った参った君のし。にしても柔らかな思考。いや、死んだはず。お侍様では、やはりそうとも。私た答え合わせだな。見るもの聞くもの全て真新しい。何十、いい雰囲気のとこ悪いけどね。昔昔のことごとく人ならば師匠。私の場合宮本武蔵が。おなるほど、つまり師匠は。そうそうそう、どこのよりか。どこのい、セイバーは。わ、微塵もわからん。まあやったことはおおむね。おおむね同一。うんうん、ほんとは。でも気をつけな。こう見えて いよりくんのし何番かぶ。そのようで。俺なんというかして、のやっぱり。お、はいはい、よしは。まあわざわざせん、詫びが欲しい。詫びか、そうさね。由衣小節正体明かす。それで、んほら侍で。さて、ちえ、うっかり口。やれやれ、私はそっちが言わ。正体明かす。そもそも君神明。そう、へえ、サーヴァント。サーヴァント。また。そりゃマスターな。セイバー、つい宣告。どうもは死ねばす。なんだ。いや、ま、そこほそん、え、おさ、れ、まさか。知らぬ。あ、はあ、かわいいでしょ。ふっ、セイバー君似ていない。指摘する。ふん、敵同士とお手数。ほんとよ、このモイサーヴァント。このレイ、オノがサーヴァントの前一番大切な上位契約したい。どんな目自害おうらどパあ気力。例えば、はあ、ただし使うたび金名詞。なるほど、上位ことの葉一つでセイバーを止めた。我知らずですが、この辺りの司祭。なんだろう、ずっと本当にもう。でも、ああもう、まずは肝心か。持つ者の願い、願望、願いね。エールなんてだ。さて、英月はギ、これが私。七人のマスターは、これがエース、詰まるところ。なるほど、七人七金。英月がこの、そんで、何番フクラス。クラス。セイバー。アーチャー。ランサー。ラライダー。アサシン、バーサーカー。七種類の箱に永遠の情報が収められてサーバントになるってわけ。七人のマスター、尋ねたい。考えて、そのうち一機がマスターを守る。師匠、サーバーとにとりはぐれのレスの。そりゃ霊脈、気脈。へえ、この辺りは剣の道。続ける、特にまたなら必ずしも。あの子はここだから。そうだ、そうでもな。マスターもどうもれ。力を。ああ、か例外、主をも。いいわ、決まってる。さすが英霊。土帝家。そうさ、私の知る。うん、では、泰山福。
英月。ほう。うわ。じいさん。わからぬかい。陰陽の。まずもって東大。なんなの。こりゃ。そ持つなら。めくる。ごめんごめん。てかこいつを使っ、さっきこう聞いたぞ。はぐれのさ、陰陽師だ。だからま、あたしがここ、うん、なるほど。そう、はな、ふんふん。あ、ピンときた。なるほど。掌握して裏をかえげ。ふーまけど、は、騒ぎよ。お、いや。でも、手の、手の。なるほど、つまりイエス。さあ、こんなと話すべきことは。感謝する、セイバーは。ふん。セイバー君、ちょっとだけ受けたまわろう。あのね、たとえて最強そっ、そっ、さっきのはなかなか良かったよ。力の無理なん。ムサシちゃんの弟子に。うん、なすべきことは決まったが。